マンドラマンドラは、マンドリン族の弦楽器で、マンドリンよりも一回り大きい。マンドラテノーレとやや小さいマンドラコントラルトがある。両方とも弦は4セット8弦であり、マンドラテノーレは、マンドリンよりもちょうど1オクターブ低い GDA、E。マンドラコントラルトは、ビオラと同じくマンドリンより5度低い CGDA。音域は、 人間の生域に大体相当する。通常、マンドラといえば、祖国イタリア、フランス、ドイツ、日本などでは、マンドラテノーレ、米国などでは、マンドラコントラルトのことを意味する。マンドラテノーレの楽譜は、トオト記号で書かれているが、実際に出る音は示されている音よりも1オクターブ、低い。マンドラコントラルトは、ビオラ同様ハオト記号で書かれるが、 マンドリン奏者が持ち帰って演奏しやすいように5度、異常して、トート記号を用いることもある。マンドリンオーケストラでは、主に中音域を担当し、主旋律、副旋律、伴奏と幅広く活躍する。他のマンドリン族の楽器にはマンドリン、マンドロンチェロ、マンドローネなどがある。ありがとうございます。